どうしたの？やけに早いじゃない。どうかした？何よそれ、人をお化けみたいに言わないでよね。本当に大丈夫？何かいつもと雰囲気違うよ。寝不足？気楽でいいわね。もうしっかりしてよ。本当だ。そうね。聞いたこともないわ。そもそも宝石の傷が自動的に消えるなんてありえないわよ。この水晶が生物だとしたら別だけど。そうね、そんなことあるわけないし。やあ、おはよう。おはよう。違うわよ。
それは君が悪いからでしょ。牧村くん、もう
くん、君にはお礼を言っておかないとね。ありがとう。今もそこで田野中くんと話してたんだけど、マラソンの選手に田野中くんを推薦してくれたでしょ。田野中くんね、マラソンなんて苦手だと思ってたんだって。初めは牧村くんのことも恨んでたみたいよ。でも今は感謝してるって。トレーニングしてるうちに走るのが楽しくなってきたみたい。田野中くん、すごく頑張ってるわよ。本当に？ま、信じてあげよう。でも田野中くん、まだ自信がないなんて言ってて、自信を持ってもらわなくちゃ困るんだけどね。それなんだけど、少し甘やかしすぎたかなって気も。あ、ごめん、牧村くんにこんな話しちゃって。それじゃ